感性の力をしっかりと使うことができれば、今日から誰でも10ヤードから30ヤード簡単に飛距離を伸ばすことができます。体に力がなくても飛ばせる選手と、筋肉はたくさんあるのにスイングになるとうまく力が伝えられない、これは体の中の力だけではなくて自分の外にある物理的な力、つまり感性の力を使ってスイングができるかどうかによって、このヘッドスピードをしっかりと加速させることができるかどうかというのが非常に大きく影響しています。感性の力を使ったスイングを身につけるためには、実はこのタオルの先を縛ったもの、これだけあれば簡単に誰でも感性の力を使ったスイングを身につけることができます。この動画では一つワンポイントアドバイスをさせていただいて、もしその一つの動画で飛距離を向上させる感覚が、いい感覚がつかめれば、本編の方をご案内させていただきたいと思います。まずはこの一つ目のアドバイスを実践していただければと思います。このタオルの先を縛ったものですね、これがなぜ役に立つかというと、棒ではなくて柔らかい紐のような状態ですので、手の力をヘッドに伝えることができないというのが良いポイントです。逆にこのクラブシャフトというのは硬い棒なので、ヘッドに手の力を伝えることができてしまう。そうすると何が起きるかというと、感性の力、遠心力などをうまく使わなくても手や腕などでヘッドを押して打ってしまうことができる。それが感性の力を使うということを逆にできなくしてしまっている原因になっています。このタオルは手の力を伝えることができないので、うまく感性の力を使ってインパクトの付近でこのタオルがぐるぐるぐるっと回転をする運動を起こしてあげないとスイングをすることができない。逆にこのタオルが回転させることができれば、クラブのヘッドスピードも大きく上げることができます。ではこのタオルを使ったエクササイズは一つだけです。左手でこのタオルを背中に背負います。背負ったら左肩の前のこのタオルを回転させる。回転させたらその後に回転させながらフォローを取る。これだけです。これを何度も行ってタオルが回転するポイントがインパクトに近づいてくると、インパクトゾーンでヘッドがすごく走った状態でボールにインパクトすることができるので、ヘッドスピードが上がった状態でボールに当たる、つまり飛距離を大きく伸ばすことができる。さらにこの感性の力がうまく働いているところでボールを捉えると、それだけでフェースはまっすぐ向いてボールもまっすぐ飛ばしやすいスイングに近づいていくので、このタオルを使ってインパクトを練習していく、これを一つお勧めしたいと思います。これでもし良いフィーリングが得られたら、その中で今度は体、足だったり股関節、骨盤、背骨や胸、肩甲骨、他のいろんなパーツをどういうふうに使ったらより強い力をこのタオルの回転に変えることができるのか、そういったエクササイズをご案内したいと思いますので、まずはこの一つ目のエクササイズをやってみてください。気に入った方はホームページの方を見ていただくと、その続きのエクササイズ15個のエクササイズと一つの
ドライバーの打ち方というところでエクササイズをご案内してますので、そちらをぜひ購入していただいて、より高いレベルのスイングを目指していただければと思いますので、よろしくお願いします。